こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。最近のモノマネ芸人さんっていうのはいまいちよくわかってないんですけど、ドリフのメンバーの方たちの、マネをね、外見も含めてモノマネをされている方がいらっしゃるというのは、最近話題になってるらしいですね。2022年の後半ぐらいから。そういうモノマネ番組だったりとか、多分そのローカルテレビなんかでも話題になっている人をテレビとかでね、出していくことがあると思うんで、ゲストとしてね。で、私が知ったのは、ヤフーとかで記事になっているのをチラチラ見てた、特集というかさ、話題になっているのを見たぐらいで、その方が、実際にね、その動画として上げてあるのは知らないんだけど、すごく似てるらしいし、本当に志村さんと絡んでいた芸人さんたち、まあ、俳優さんも含めてなんだけど、もう見てて、あ、志村さんじゃん。とか、あ、いかりや長介さんじゃんとかさ、なんだろうな、もちろんその番組としてね、そのドリフの大爆笑だったり、そういうやつの、まあ、ドラマとかも含めてなんだけど、それをやっているいかりや長介さんだったり、志村さんだったり、仲本工事さんだったりを、やってるんだけど、その、番組としてね、キャラとしてやっている以外の、その素の部分のところが、すごく、あ、そういえばそうだよね、志村さんってこういう感じだったよねっていうのさ、っていうのが、すごくリアルに描かれているみたいですね。まあもちろんその方が、まあ、芸人一本でやってるわけではなく、で、会社もやりながら、まあ土日祝日だったりとか、そういうので、芸人として、まあやっているよっていう話らしいんですけど、そのドリフのメンバーの方たちがすごく好きで、まあドリフというチームっていうかグループも好きだけど、個人個人がすごく好きなんだろうなって、写真を見たんだけど、完全にその志村さんかとか、いかりや長介さんかっていうと、ちょっと荒っぽいっていうかさ、ご本人そっくりかっていうとそうでもないんだけど、写真をね、じっくり見ちゃうと。だけど、まあ、動画として見てみたら、多分似てるんだろうなって。声質もそうだし。っていうのがあるんだよね。で、本当に、ミスター、シャチホコさんって芸人さんいるじゃないですか。和田アキ子さんのその歌もすごく似てるんだけど、その喋り方だったり、その他の番組にゲストとして出ていた時のその喋り方、その行動の仕方とか、こういうことをよく言ってるよねっていうような、その仕草だったりとか、顔の表情だったりとか、ってあると思うんだけど、それのドリフ版なんだろうなと思う。すごくね、その方と会ってた方々、俳優さんもそうだし、タレントさんもそうだけど、やっぱりね、涙ぐんでたみたいなんだよね。まあ、もちろん亡くなって、志村さんって、ね、不本意な亡くなり方をされていたんで、ちゃんとこう、さよならを言えないままお亡くなりになったじゃないですか。だから、あ、志村さんだって、会えたっていうようなね、ちょっと、うるっとするような、こう、もどかしいというかさ、
そういう風な気分だったんじゃないかなと思う。そうだよね。重ねてしまうよね。今、志村さんだったり、いかりや長介さんが、この面だったら、こういうこと言ってくれるだろうなとか、やってくれるだろうなとか、ドラマだったらこういうことをね、やってくれるんだろうなとかさ。いろんな役のいかりや長介さんだったり、志村さんだったり、を見たかったなって。思うな。まあ、あくまでもこれは私の意見ですけどね、もちろん。ね、志村さんも今どうしてるのかな。ね、上島さんももうね、お亡くなり、後を追うようにお亡くなりになっちゃったからさ、上島さん。きつかったかなと思うけど。またね、ちゃんと見てみたいなと思う。本当に。ちゃんと見ないとね、その方に失礼な感じだからさ。はい、以上です。